ごめんね、二人の会話あんまり聞いてないけど、私。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、QR コードを読み取る。ななみちゃん、クール系、第一印象クール。特徴、控えめ、注意深い、しぶとい。論理的、口調が淡々としている。きっちり型、何でも真面目にこなすタイプ。おとなしめだけど言いたいことは言う。ルールを破ることはほとんどない。おー、真面目だ。角生えとんかな、あれ。ふふ。ほい、オッケー。ほい、それじゃあ、お。何か置いていってくれている、また。あゆな島の管理人さんへ。無理かもしれないけど、私のこと覚えててほしいな。管理人さんのこと忘れないよ、ユミナより。おー、いいね、いいね。お宝、銀貨が入っていました。ありがとう、ユミナちゃん。そして、あゆな島の管理人さんへ。ありがとうです。今まで行った島の中であゆな島が一番楽しかったです、海より。おー、マジで嬉しい。お宝、銀貨が入っていました。みんな銀貨を置いてってくれる。この手紙は保存されよんかな。どこかしらに。ほい、じゃあマンション。じゃあ今回新しく増えた、ななみちゃん、入るよ。シンプルな感じの部屋。ななみです。ルールを守ることにはうるさい女です。なるほど。自分が守るだけじゃなくて人にも言うんかな。常に人の目を意識しちゃいます。なるほど。なんかあれかな。学級委員長タイプみたいな感じ。風紀委員とか。ほい、それじゃあお腹空いとるやろうけん。いなり寿司でもどうぞ。いただきます。でも実際学級委員とかね、なんか本当に漫画みたいにあんなね、真面目な感じ、あんなってどんなかわからんけど。あんまり美味しくなかったか。なんかよくある学園ものみたいな感じの、真面目な感じの学級委員とかはおらんかったけどね。みんな結構人気とかで決まりよったし。お、お、てっちゃん。入るよ。もや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 。何？相手は誰？なんでもないです。ほっといてください。いやいや、聞かせてよ。実は僕、ユニコンもユナピーも好きなんです。おう。どっちに告白すればいいでしょうか？ユニポンちゃんにはアスムがいるからな。ユマピーちゃん。ほんとね。あれ、てっちゃんってなんかこの間も告白せんかったっけ？気のせいかな。告白する場所はどこがいいでしょうか？場所は、教室で。その前に着替えた方がいいですかね？着替えね、何があった？普通の服。いや、これしかないな。このまんまでいいよ。やっぱりこのままでいいですか？うんうん。このままで。わかりました。では、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。さあ、どうだ。二人ともなんか教室には似つかわしくない格好をしているけれども。初めて話した時から、あなたのことが好きです。付き合ってください。お、お、お、どうだ？ごめんなさい。あら、普通に、ちょっと待ったーみたいなのも何もなく。大丈夫かい、てっちゃん。残念な結果に終わりました。そんなこともあるさ。振られちゃいました。ね。まあ、ほらほら、美味しいものでも食べて。グレープフルーツ。グレープフルーツ好き嫌いあるかな？私は好きやけど。ま、でも私も小さい頃は嫌いやったかな。お、すごく美味しかった。よかったよかった。好きだったか。そして、お、慰め会が開催されている。誰だ？あ、てっちゃん、早速。そういえば、愛の髪飾りもかぶろうと思ったら、まじないって、ロゴキャップもかぶっちゃったんだ。あやかわおっちょこちょいだな。ロゴキャップをかぶるのはおかしくないよ。この前、
なぜ、それは仲直りしたの？本当は仲良しなのにね。ああ、そういうのは微笑ましいよね。昨日の夜、ザルそばと踊ってる夢も見たよ。どんな夢だよ、ザルそばと踊ってる。また夢じゃないか。また夢になるのそれ。よし、今日は心おもりだ。ここちゃん優しい。てっちゃんの分ぐらいはおごってあげてもいいかもね。ほい、それじゃあ夜市見てこう。お客さん、運試ししてみない？お、ぜひぜひ。お、立ち止まったのに。いらっしゃい。買うよ、福袋。夜市大好きよ。福袋を買いました。一つ目の中身は食べ物、マフィンが入っていました。お、初めてや。二つ目の中身は服、カシュクール T シャツが入っていました。これも初めてやね。三つ目の中身はおー、服、魔法使いセットが入っていました。いいやん、かわいいやん。また来てね。お、ゆかちゃん。入るよ。一緒に遊んでくれますか？遊ぼう遊ぼう。ぜひぜひ。食べ物、お宝、モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか？ 3 つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。モザイククイズ、第1問。第1問。ててん。ゴーヤ。最初、キュウリって思ったけど選択肢なかったわ。ゴーヤでした。イェーイ。モザイククイズ、第2問。第2問。ててん。王将って何？餃子のこと？クレープ。なんとなく。クレープでした。よし。お皿の色的に、爽やかな感じかなと思ってみた。最終問題。ててん。何それ？とりあえず箸置き。お、よかったよかった。ちょっと最後わからんかったけど。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ中くらい。お宝、おしぼりをもらいました。タルトみたいやね。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。 QR コードを読み取る。ともやくん、クール系、第一印象クール、特徴控えめ、注意深い、しぶとい、論理的、口調が淡々としている、じっくり型、気持ちを顔に出さないタイプ、物事をじっくり考えるのが得意、堅苦しいのがたまに傷。みんなもっとフレンドリーに、フレンドリーに。ヘイ、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。ほい、じゃあ今回新しく増えたともやくん、入るよ。あ、入れねえ。入るよ。どうもどうも。初めての部屋かなこれ。ともやです。堅苦しい男だとよく言われます。フレンドリーに行こう。ここの住人みんなフレンドリーやけん大丈夫よ。どうもぼーっとしてる時間が多かったです。もっと時間を有効活用せんと。って言いながらもぼーっとする時間があるなら寝たいなとか思って。ほい、枝豆どうぞ。いただきます。ぼーっとしとったって何も考えてなかったんかな。お、すごく美味しかった。よかったよかった。私も枝豆すごい好きよ。お礼にこれもあげます。なになに？お、実用品ブランコをもらいました。ありがとう。ノアくん入るよ。イズちゃんと一緒に体操中。特に今この時期やけんね、ラジオ体操かな。こんばんは。夜やけどね。あやに友達になってほしいと言われたのですが。おお、あやちゃん。いいやん、いいやん。では、ちょっと話をしてきます。うん、いってらっしゃい。待ち構えとるよ。なんか次、〇〇さんどうぞーって呼ばれおるみたい。病院やけんさ。
お。うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。よかったよかった。みんな何の話をして気が合いよんやろ。お、レベル上がったね。ほい、それじゃあ。ここはゴルフで。ほい、どうぞ。道具、ゴルフクラブをプレゼントしました。うん、なになに？実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ。ゆうまくん。夢の中にお邪魔しようかな。ほい、入ります。これは？おう？おう？どういうわけかお宝防犯カメラを拾いました。あれだな。部屋の壁だな。こんばんは。こんばんは。新しい服が欲しいです。新しい服。今それ何柄の服なの？ビル？新しい服が欲しいです。ほいほい。何系とか別に何も言わんかったね。ヒッピー、レザージャケット。この辺は？どう？気に入らん？挑戦してみてはって書いとったけんね。ちょっときついかな。おー、個性的すぎたか。あんまり気に入らなかったようです。ミーニュース見てこう。同じ気になりました。ミーニュースをお伝えします。ほい、お願いします。本日、翔さんが誕生日を迎えました。お、翔くん誕生日。私のホテルで開かれたお誕生日会の模様をお送りします。おー、よかったね、よかったね。この両枠にある二人は親友とかそういう感じかな。ハッピーバースデーツーユー。おめでとう。おめでとう。ありがとう。パチ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 。いいね、いいね。マジの B に聞きました。いい一年になるように、頑張りましょう。ね。今日の主役は、ショルさんに譲りますよ。やっぱ誕生日やけん。はい。マジの B ニュース。山崎がお伝えしました。ほい、ありがとう。そして、お、遊園地に誰かおるね。めっちゃ乗っとる。めっちゃって一人やけど。めっちゃ笑顔で乗っとる。予定はマジックショーとか友達クエストとかあったね。おい、それじゃあ、噴水広場は？お、一人で寝てるけど。もしかしてあれ？アスムがなんかドタキャンしたとかじゃないよね。ドタキャンされて、なんかちょっとこう、うなだれとる感じで。そんなことせんか。さすがに。え？あ、一瞬、え、何？寝てるの？てか一瞬どういう状況か全然わからんかったんやけど。もうなんか砂の色とさ、空の色が一体化してしまって。ねえ、危ない危ない。そして、公園。ん？これは？もうがっつり寝よるね。最初、うつ伏せになっとんかと思った。顔がよく見えんけど。マンレノくんでしょ？多分。ほい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、QR コードを読み取る。なつきちゃん、クール系、第一印象クール、特徴控えめ、注意深い、しぶとい、論理的、口調が淡々としている、きっちり型、何でも真面目にこなすタイプ、
おとなしめだけど言いたいことは言う。ルールを破ることはほとんどない。夏場やけんかな。やっぱり浴衣とかそういうのが多いね、最近。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。お。ハートマーク。おー、どうしたどうした。動揺してこけたか？リンちゃん、リンちゃん。どうだろう？お、なに？どうだろう？おー、いいやん、いいやん。頑張れ。どこでプロポーズするのがいいでしょうか？プロポーズの場所か。これは、遊園地だな。着替えた方がいいですかね？着替え、何があったっけ？あ、結構あるね。あ、これで。ちょっと小綺麗な感じ。よし。私に任せて。オッケーオッケー。そうなんよ。これで頑張るのは私なんだ。行ってらっしゃい。私もついてくね。観覧車楽しみね。そうだね。よし。さあ、構えるよ。は。遊園地楽しいね。そうだね。なんかこのさ、二人の、いつも思うんやけど、プロポーズの時に。二人の雰囲気と、私のこの、なんていうん、掛け声とかの合わなさね。あ、今一瞬考えてた。は。点と一緒だからかな。こんないい雰囲気やのに、私は、はっとか言って気合を入れて押してるっていうね。でもほんと気合必要やもん、これ。実は大切な話があるの。お、今回順調じゃね？何？ごめんね、二人の会話あんまり聞いてないけど、私。ああ。いや、大事な話があるって言ってんだから聞けよ、おい。そこはリンちゃん以外のこと考えないでしょう。おー、来たー。ほら。喜んで。おー、これってさ、付き合っとんのにさ、あ、そっか、二人だけやけん、周りに拍手してくれる人はおらんのか。これ付き合っとんのにさ、いや、ちょっとそれは、みたいになることあるんかな。よかったよかった、二人とも。なになに？あ、なになにって、そっか、大人スプレーか。使っていいよ。ふんふん。大人スプレー使うよ。では、大人スプレーをかけてください。ほいほい。それでは、よろしくお願いします。でも、りんちゃんもともとスタイルいいけんね。さらにシュッと。おー。素敵素敵。大人になれました。もう子供じゃないんですね。そうよ。それでは結婚式を挙げてきます。いいねいいね。これからも末永くお幸せに。さあ、この調子でみんな幸せになっていってくれんかなね。喧嘩なんかせずに。ほら、みんなも祝ってくれよりよ。いいね、なんかみんなも結構おしゃれしてきとるよね。いつの間にそんな服があったの。お、リンとケンの新婚旅行 in スイス。スイスやって、スイス。おー、いいね、いいね。はい、チーズ。は。あ、いいね、いいね。かわいい。ルツェルン。はい、チーズ。近くね？カメラに近くね？背景あんま映ってないけど。タンゲリーの噴水。おー、いいね、バッチリ。一箇所だけちょっと惜しかったけど。音楽も陽気でいいと思うよ。スイスっぽい、スイスっぽい。よくわからんけど。あ、楽
しかった。よかったよかった。お、なになに？お宝、カウベルをもらいました。あ、そうかそうかそうか。こちらこそ、絶対幸せになってよ。お、レベルアップ。そっか、親友はアスムなんだね。それじゃあ、猫レンタル券。ほい、どうぞ。道具、猫レンタル券をプレゼントしました。失敗したら反省しますが、後悔はしません。それが大事なんよね。まあ、後悔したところで、もう済んでしまったけんしょうがないもんね。反省して次どうするかっていうとこよね。ほい、それじゃあ、お腹空いとるやろ。エビフライでも。いただきます。家に帰って食べるんかもしれんけどさ。どう？美味しい？お、すごく美味しかったようです。あんなエビフライ1個でさ、お腹がもう半分も満たされたよ。やばいね。めっちゃ小食やん。しかもまたやし。体重計。ほい。道具、体重計をプレゼントしました。ほい、それじゃあミーニュース見てこう。ほいほい、お願いします。マイカーブーム。おー、マイカーブームか。え、みんなさ、どこに止めよん、車とか。なぜノーコメント。お父さん、お母さん、私は元気にやってます。何の話ですか。全然ニュースに関係なかったよ。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、 QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、 QR コードを読み取る。まなみさん、なごみ系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ。ただ笑ってるだけじゃなく、みんなが楽しめるように行動する、実はしっかり者。いいね、浴衣に麦わら帽子。なんか斬新。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。ハートマークが見えた。ほらほら。クラくん、入るよ。さあ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 。ちょっとだけ、そっとしておいてください。いえいえ。聞くから、聞かせて。実は、桃のことが好きです。ももちゃん。告白しないのですが。あれ、ももちゃん彼氏おった気がするんやけど。おったよね、多分。うん、おったと思うよ。それはダメ。で、おらんかったらちょっとかわいそうやけど。ももちゃんにはね、彼氏がいるの。そうだったんですか。なんとなく気づいてはいましたが。そうなの。だから別の人にしよう。大丈夫かい？大丈夫かい、クラくん。それでも諦めません、みたいなことはないんか。ま、さすがにそれはないか。大丈夫よ、クラくん。全然大丈夫。ほら、美味しいもの食べよう。アイスクリームでも。ほい。どうぞ、どうぞ。ストロベリーとか絶対美味しい。あんまり美味しくない。私とは趣味が合わないのね。ココちゃん、ココちゃん入るよ。どうした？誰と喧嘩したの？キング？今ちょっと不機嫌です。話聞くよ。ケイと喧嘩しました。ケイくんか。腹立たします。なるほど。何が原因かは知らんけれども、仲直りして。このイライラを沈めてください。ほら、甘いものでも食べて。甘い。はい、スイカ。いただきます。どうぞどうぞ。きっと糖度ね、12か13とかそれぐらい。すごく美味しかった。おー、よかったよかった。1位やん。
来ようと思います。いってらっしゃい。さっきまですごい勢いでサンドバッグ殴りよったけど大丈夫？ねえ、やばかったよね、さっきの。勢いが。この間はごめんなさい。お、どうなる？大丈夫か？おー、よかったよかった。ちょっと一瞬ヒヤッとしたやん。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよ。お礼にこれもあげます。ん、どれどれ？実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。じゃあここのお二人も仲直りしていただこうじゃないか。えなっちー、怖いよ怖いよ。収まって収まって、落ち着いてよえなっちー。ほいほい、おいしいもの食べようね。こういう時にさ、大好物とか出たらすごいよね。はい、ショートケーキ。どうぞどうぞ。すごく美味しかったところじゃない。踊り出したりしたらね。あんまり美味しくなかったか。わかるよ、わかるよ。落ち着け。キングの方に行こうか。じゃ、キングの部屋で呼び出す。帰ってきて。お帰り。今、揉めとるやろ、エナッチさんと。くそー。落ち着いて。そして仲直りをしてよ。ほいほい。じゃ、キングの方に落ち着いていただこう。はい、スイカ。投げてしまった。ほい。今のでまたさらに怒りが。まあまあ美味しかったよです。まあまあか。まあまあじゃダメなんだよね。めっちゃ歩き回ろうとするやん。まあまあまあ。これさ、好きにすればにしたらどうなるんやろ。怒り爆発するんかな。何にもならねえ。無視ですか。そして、ミーニュース。お願いします。お、ミーお笑いグランプリ関西。マジでそんなんあるんや。しかも9回目。いいね、いいね。どんな面白さ、気になるんやけど。ザ・インターネット2000年問題、長くね、名前。笑いすぎで入院、何それ、幸せすぎ。もしかしたら笑い死にまでするかもね。興味ねー。本人たちは賞金が出るのかもしれない。ね、M1 的な感じで、ちょうどあの、ミーやけん。ミーお笑いグランプリ。ミーの M やね。ほい、それじゃあ、ゆかちゃん入るよ。どうもどうも。何、考え事中？ Good morning. Good morning. お、それはぜひぜひ私が出させてあげるから。スタート。羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。おっしゃ、ストレート。私もスッキリだよ。ありがとう。ありがとうございました。いえいえ。私もスッキリしたから。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。ゆかちゃん結構派手な髪色でも似合いそうよね。ほい。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、QR コードを
読み取る。ゆいちゃん、和み系、第一印象穏やか、特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、まったり型、のんびりのびのびタイプ、急がず自分のペースで生きる、でも心配事も多かったりする。おー、すげえマリンルックやね。オッケー。ほい、それじゃあマンション見てこう。ほい、それじゃあ今回新しく入ったゆいちゃん入るよ。ん？この部屋は？見たことある部屋かな。ゆいです。あ、見たことあるね。いろんな意味でマイペースな女です。いろんな意味でマイペース。あ、この感じ夢で見たような気がします。あ、そういうのよくあるよ。でも夢かどうかは分からんけど、こういうの前にもあったなとか、デジャブってやつよね。これは部屋の中も船みたいな感じになっとんかな。ほい、それじゃあお腹すいとるやろうけん、お腹すいとるやろうけん、エスカルゴ、こないだ作ってもらったやつね。どう、美味しい？まあまあ美味しかったようです。おー、いいねいいね。エスカルゴ食べてみたいね。ほい、それじゃあ、あ、これね、こっち側見たら、ああ、見たことある、見たことあるってなるね。海賊仕様や。ほい、そんじゃあ、くーちゃん入るよ。めっちゃ退屈そう、なんか。お久しぶりです。お久しぶり。会えなくて寂しかったです。てっちゃんと友達になりたいです。お、てっちゃん。いいね、いいね、紹介するよ。ね、どうやろ、相手を褒める。アドバイスありがとうございます。ではちょっとお話ししてきます。ほい、いってらっしゃい。男の子も女の子も褒められて嫌な気はせんと思うよね、きっと。まああからさまにずっと言われたらなんかちょっと嫌かもしれんけど。なんかすごいのんびりのんびりやったね、行動が。お、なんかくーちゃんの方がすごいめっちゃ話しよった気がするけど。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。これにこれもあげます。ん、なになに。お、実用品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、愛花ちゃん入るよ。なんかちょっとうどうとしよるみたいやけど。は、起こした？あゆらのそっくりさん、来てくれてありがとうございます。いえいえ、寝てるところごめんね。ゆずのものまねも聞いてください。おう、ゆずちゃん。聞くよ、聞くよ。こんにちは、ゆずです。わからぬ。どうでした？似てましたか？わからないよ。どうだろう。そうですか？だって今のそのまんま愛花ちゃんかもしれんもんね。お、めっちゃいいこと言うやん。自分を輝かせるための努力をしましょう。そうよ。頑張らんとね、いろいろと。ほい、生ガキでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どう、美味しい？結構美味しかったようです。あとちょっとやね、レベル上がるまで。ほい、それじゃあ、アイチン。お、おしゃれ中や。どっか出かけるんかな。入るよ。準備中悪いけれど。お、オールナイトで今から街に繰り出しますか。くしゃみが出そうで出ません。待ってね。私が手伝ってあげる。体調万全でいかんとね。ほい。さあ、くしゃみくしゃみ出ろ。へ。お。へ。なかなか来んね。お。
あーこれはなんか収まりましたーって言われし、おー来た。あーよかった。すっきりした私も。くしゃみをするときにはブロッコリー外すんだね。お、レベルアップ。ということで、おしゃれ系がよろしいかな。って言ってもおしゃれ系もうないのか。じゃあヨガでも。ほい。道具、ヨガ入門書をプレゼントしました。なになに？実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、メニューしてみてこう。ほいほい、お願いします。お、あやちゃん誕生日。あやちゃんおめでとう。あれは、黒影さんは何かしらの台の上に乗ってるよね。あんなんあるんや。おめでとう。おめでとう。ありがとう。いつも思うけど、こういうクラッカーとかってさ、後片付け大変そうじゃない？ね、現実的な。誕生日って楽しいですね。ね、みんながお祝いしてくれるもん。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。